なチャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。はい、皆さんこの動画見てくれましたか？すごいね、ダイエットに大切なことをねたくさん詰め込んだ動画なので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。で、この動画でいただいた質問を間違わないでほしいことをもう一回言います。まず、プロテインは置き換えるものではなくって、食事で取ってそれでも足りなかった時に補うものです。なので、まあこれで置き換えてこれのみで生活するっていうのは決してやめてほしいです。で、この前回の動画で私は 2,3 倍取ってますよって言ったと思うんですけど、ひなチャンネルの見てくれてる方でもまだトレーニングしてない方も初心者さんもいると思うので、そういう方は1から 1.5 倍でも全然 OK です。それでも何回も言っちゃうんですけど、これで置き換えとかではなくって、あくまでもこれは補うものであって、食事からまずは取っていただければなと思います。はい、ということで早速おすすめのプロテインいきましょうか。おねはひなチャンネルだ。たくさんのプロテインを集めてきました。これね、実はみんなが気になっているプロテインの、総集編ではなく集めたものとなっております。こう全部プロテインと BCAA なんですけど、これ実はね、私のインスタグラムの方で気になるプロテインありますかって質問したところ、すごい人気だったプロテインのプロテイン集です。はい、簡単にね、パパパって説明していくと、これサバスさん、みんなが気になる味、チョコ、バニラ、抹茶を集めました、サバスさん。で、これマイプロテインさんです。マイプロテインさんはチョコとほうじ茶とミルクティー味を用意しました。はい、これが B レジェンドさんです。 B レジェンドさんのキャラメルコーヒーとチョコレートとミルキー味を用意しました。これ私何か飲んでる。あとは私がもうみんなにいつも勧めてると思うんですけど、ゴールドスタンダードさんのダブルリッチチョコ味と、チョコレートヘーゼルナッツとクッキークリーム味とモカチョコチップ味です。はい、この4つをね用意しました。で、あとはもうエクステンドさんの王道の BCAA ですね。ブラッドオレンジ、青リンゴ、マンゴー、グレープで、私が大好きなコストコさんで売ってる BCAA です。こんな感じでね、みんなが気になるものをねバッて集めたんですけど、まあ私のおすすめと、あと価格帯と味が良かった総合バランス的に、まあ、おすすめなもの、私的におすすめなものを今日は紹介したいと思います。初めて買う方とか参考にしていただければなと思います。はい、まず値段的にも味的にも花丸だったのがサバスさんのリッチショコラですね。これはそれとても飲みやすいなって思いました。まあ、人によってはチョコレート味がね苦手な方もいると思うので、そういう方はマイプロテインさんのほうじ茶はなんか和菓子っぽくて飲みやすかったなって思います。これサバスさんとかでもね1キロで売ってるんですけど、まずね本当に私飲めんのかな、続けられるのかなって方は、これはね 294g、 これも 250g で、まあ、比較的ねこんなどでかいものよりは少量で売っているので、お試しする方はこれぐらいちっちゃいので全然私はいいと思います。で、BCAA ですね。 BCAA はやっぱりこのエクステンドさんが一番比較的値段的にもね味的にもとてもね続けられやすいと思うんですけど、その中でもね人気のフレーバーをね買ってみたんですよ私。マンゴー、グレープ、ブラッドオレンジ、青リンゴ買ったんですけど、一番飲みやすいのはオレンジジュースとか得意な方はブラッドオレンジが一番飲みやすいと思います。で、その次は青リンゴですね。その次がマンゴー、ね、得意だったらマンゴーで、王道のグレープっていう感じですね。すごいブラッドオレンジは美味しくて飲みやすいです。で、B レジェンドさん、私ねこれ昔からすごい飲みやすいって言ってると思うんですけど、これねデザート感覚で飲むのがとってもおすすめで、フルーツとかあとヨーグルト入れて割ってスムージーにして、あと氷入れてね飲むとすごいね、めっちゃいちごスムーヨーグルトスムージーみたいになってめちゃめちゃ美味しいんですよ。あとパンケーキにしたりするときに私はよく使ってます。あとねこのリッチチョコとかキャラメルコーヒー味もあるんですけど、これもね比較的全然飲みやすいです。でもこれサバスさん1キロあたり3900円ぐらいで、これも1キロあたり4100円ぐらいなんですよ。まあ
ちょっとこっちの方が高い、まあ、200円ぐらいだけど高いんですけど、まあ買いやすさ重視、コンビニとかにもサバスタ売ってるので買いやすさ重視でこちらランキング1位つけさせていただいたんですけど、あ、自分なりに。で、私のもう一押しランキングですね。私はプロテインとか BCA はすごいね、タンパク質の量とかね、いろいろメーカーさんで違ったりとかもうこまごま書いてあるんですけど、もうまずは続けやすさ重視ですね。タンパク質は取った方がいいので、まずは飲みやすさ重視がいいと思います。もう私はね、本当にもう何回も言ってるんですけど、ゴールドスタンダードさんのもうリッチチョコはずっと飲んでますね。これめちゃくちゃ飲みやすくって、モカカプチーノもねめちゃくちゃ美味しくって、これアイスラテとかにするともう本当に美味しくて飲めるんですけど、ちょっとね値段が高いんですよ。海外から仕入れてるので高いんですけど、めちゃくちゃ飲みやすいです。で、あとはやっぱ BCA、 もうこれ空っぽなんですけど、このコストコさんでね売ってるエナジードリンク味はもうめちゃくちゃ美味しいですね。ゲームとか私しながらお供で飲んでるくらい、ジュース感覚で飲めちゃうぐらい美味しいです。でちょっとね高いから、やっぱりエクステンドとかがお試ししやすいのかなって思います。はい、おすすめプロテインはまあこんな感じなんですけど、プロテインってあのみんなぬるーくね飲んじゃってる方もねいると思うんですけど、めちゃくちゃ美味しく飲める飲み方があって、これボトルドジョイさんの使ってるんですけど、まあ、お気に入りというかアマゾンで一番上にあって可愛かったから買ったんですけど、これをあ、これのこういう感じで 5,6 粒入れて、でここにプロテインを入れます。これを氷入ったやつに入れますと、私この中に何入れるかっていうと水なんですけど、牛乳で入れるとちょっと濃くなりすぎちゃって甘ったるくねなりすぎちゃうかなって思うので、私は水で割ります。で、これをなんかこうやりながらこうやる感じ、こうやってやります。これ氷を入れることによってダマになりにくいのと、あとすごい冷たくなって飲みやすいんですよ。なので、とってもね美味しく飲めます。これめちゃくちゃ続けられると思います。なのでぜひやってみてください。片手慣れない方は両手でこうバーテンダーみたいにやるといいです。うまひなひな。はい、という感じでおすすめのプロテイン買いやすさ重視ランキングの方と、まあ、私のおすすめを紹介したんですけど、やっぱね何度も言うんですけど、これで置き換えダイエットをしたりとかは絶対にやめてほしいなと思います。まあ BCA プロテインってえ何って思った方は前回の動画をぜひ見てもらえれば、まあ、分かりやすいかなって思うのでぜひ見てみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、おつひな、バイバーイ。